ちょっとまたすねゆいになってしまったんですけれども、改めましてこんばんは、ニーニキール担当の奥ゆいです。よろしくお願いします。はい、 KP ちょっと喉乾きました。いろはす、いろはす。うん、すっぴんだから遠くにいるんだよ今。わかる、気づいた。いつもよりさ、画角が遠いでしょね。それはね、メイクをしてないから。なぜかというと、はい。ということでね、本当はね、今日はねラジオショールームにしようと思ったの。まつげ、でも今メイクしてないからあんまり近づきたくないんだ。だからさ、明日見せる。はい。そう、遠いの。今日遠めです。はい。ちょっとね、今日ね、なぜね、ラジオ配信にしようと思ったんだけど、なぜ私が顔出したかと言いますと、なんと、どうしてもこれを見せたかったんです。じゃじゃーん、リンゴ飴、イエーイ、リンゴ飴でーす。はーい。リンゴ飴。お父さん、違った、お母さんがプレゼントしてくれました。お父さんとお母さん間違えた。そう、すごいでしょ、リンゴ飴を見せたかったの。うん、なんかリンゴ飴がすごい大きくて可愛いからリンゴ飴を見せたくて、ちょっとこれすごいちょっとやばいんだけど、リンゴ飴なんだけど、すごくね、私リンゴ飴ほんと全然食べたことなくて、なんか本当にちょっと見せるね、ちょっとマジで初めて開ける。え、ちょっと待って、本当にそう、リンゴ飴をね、どうしてもみんなにね、見せたいの。なんかすごいじゃん、感動するじゃん。しかもこれ消費期限今日までだから。今日まで。だから今日食べなきゃいけないの。ってことは今食べなきゃいけないの。そうなの。え、すごく、いい匂い。ちょっと待って、新しい敵艦もうちあるから待っててみんな。見て、すごくない？わあ、すごい。すごいんだけど、見てください、見てください。すごーい。すごーい。リンゴ飴ね、食べたことはあるんですよ、こういう大きいの。なんですけど、ちょっとね、みんなに見せるの初めてだから、これめっちゃ見せたいと思って。すごくない？食べていい？どうなってるんだろう。ドキドキ。すごいよね。これは、なんていうところ？ポムダムール。ポムダムールだって。だって。じゃあちょっと一回かじってみます。さすがに一口が大きい私でもこれ一個は無理なんだと思うけど。いただきまーす。あーん。あーん。むず。待って。切らなきゃいけない？え？待って、硬い。全然歯が入らない。入らないんだけど。待って、あ待って、入らない。あ、硬い。硬いんだけど。みんなでもめっちゃ飴欲しい。これ舐めるもの？舐めるのかな？舐めるの？いや、無理。硬すぎ。ガチで硬い。ガチで硬い。こいつめー。舐めるものかも。それか、切るんだ。切るのか。でも舐めるものなの？これって。舐めるもん？飴だけしか食べれない。まだ飴しか食べれてない。でもこっから行けばいけたかも。おいしい、おいしいです。リンゴのシャキシャキが出てきた。うん、おいしい。すごくない？
私噛み砕く能力あるかも。意外とワニみたい。ワニってねすごいんだって、めっちゃ噛む力が。ね、ちょっと全部は食べないとくね、さすがに。明日ね撮影なんですよ、朝から。なんでちょっとあんまり全部は食べないときますけど。おいしい。リンゴのみずみずしさと飴の甘々しさがマッチしてめちゃくちゃ美味しいです。いいなの、撮影なの。そうだけど、僕はねあんまり食べないで言うと結構痩せちゃうから、しっかり食べました。そう、甘々しい、美味しい。え、でもめっちゃ食べてない、奥ゆすごくない？甘々しい。食べかけ美味しいの？ね、カットして食べるんだよね、こういうのってね。ちょっとみんなに見せたすぎてさ、普通にみんなに見せたかったもん、これを。自慢したくて、自慢。たっぷり。じゃあこれで最後の一口にする。寂しいけど、でもこれ消費期限今日まで。消費かな、賞味かな、消費だった、消費今日まで、消費今日まで。あとやめられない、止まらないになってる。やめられない、やめられない、美味しすぎて。どうしよう、最後の一口とか言ったのに、最後の一口とか言ったのに。美味しくてやめられない。どうしよう。全部これ無理だね。うまっ。じゃあ、でもちょっと甘くなってきた。ちょっと甘くなってきた。結構食べてる。一旦封印します。美味しかったです。一旦封印してどうにかします。全部食べるね。え、でもちょっと、もうちょっとね、あれを食べちゃった。パスタ食べたの、さっき。パスタとサラダとキウイ食べたの。結構食べたの。夜ご飯しっかり食べてのこれ。そう。しっかり食べてのこれだから。結構食べてます、奥ゆい。うまー。今日までなんだね。今日までに食べないといけない。でもちょっとママにあげようかな。食べかけだけど、食べかけだけど。そうなの。でもね、今日はね、そう、私妹の誕生日って昨日言ったんですけど、配信で。でも妹が今ね、なんとね、名古屋に行ってるんです。そうなの、今日なんか好きなアイドルのライブに名古屋に行ったらしくて、だから何もできてない、奥ゆい。奥ゆいが寝てる時に名古屋に行ったみたい。そう、おめでとう妹。
何も言ってない、何もあげてない。ほらの名古屋遠征中、明日帰ってくるみたい。名古屋遠征中で今日会ってないですそう、誕生日に推しのライブなんだってさ。いいね。うん、そうそう、みたい。うん、なんかタンプレあげれてないの。まあどうせいらないよね、うちからのタンプレなんて。そんなことないか、物は欲しいよねきっと。まあいっかっていう感じでね、何もあげれてないんですけれども、はい、ありがとうございます。奥名です。イエーイ。ここに来ないかな、名古屋の人。妹が上陸してます、よろしくお願いします。21歳になりましたイエーイね。そうだね、推しのライブだっていいよね。手数いた。うちね、ちょっと待って、あれも見せないと、みんなにあれも見せないといけない。ね、新しい特典券のことをまず告知したので、実は今あるんですよ、新しい特典券が。よいしょ、新しい特典券があります。皆さん行きますよ。さっきねツイッターで告知したんですけど、なんとなんと、チャルルリーン、ドドドン、ニーニーのチェキ券、イエーイ。なんと背景が黄色になりました。そしてニーニーの黒衣装のメンバーが 1,2,3,4 匹、ニーニーさんチーム4匹います。わーい。みんなこれを、特典券を買うねところで待ってね、これを買ってもらって、これ1枚ね1000円でこれが買えます。でこれを買うと好きなメンバーのところに行って、そんでこの人とチェキ取りたいんですけどって、奥ゆいのところの場合はちょっと奥さんがちょっと今仕事頑張ってるからって言って、会いに来てくれたら嬉しいです4匹。なんかね、マネージャーさんのレオナさんがよくね、ニーニー、4匹いる、1匹2匹、3匹ってレオナさんがよく私たちのことを引きって言ってるんですよ。そうなの。だから引きなんですけど、じゃーん、そうなんです。ぜひね、黄色のところに行ってほしいっていう、なんか結構圧が、これこう私からの圧かな、これもしかしたら。黄色、なんかちょっと敵券変えました。どうしようかな、誰に行こうかな迷う。待って、でもなんかめっちゃ黄色いな。あ、黄色の子、そういえばいたよね。あ、この子だ。黄色の、ここになんか前掛けみたいな黄色の色があるって言って、でそれで黄色の人に並ぶっていうことができると思います。そうなの、引きって呼ばれてます。で見てください、裏はね変わってないかな、あんまり。はい、裏はこんな感じで、2位に制作委員会で、これは何ヶ月までだっけ、有効期限2ヶ月とかだっけ。そうで、それでなんかこうハンコがポーンって押されて、買ってから何ヶ月か、1ヶ月2ヶ月3ヶ月かこうまで使えます。はい、っていう感じでね、私はこれの有効期限が書いてないので、私好きな人のところ並びに行けます、これ1枚持ってるので。翌月末だって、みんな翌月末だって、1ヶ月買ってから1ヶ月、買った次の月の終わりまでだって。だから多分6月の25日に買ったら7月の31のまでみたいな感じみたいだね。クレジットカードみたいクレジットカードみたいですね。なんか先月に買ったものが次の日のね、翌月の末にだいたいねでちょっとなってしまうっていう感じで、はい、なのでぜひ覚えてください。はい、こんな感じでーすごめんなさい、ごめんなさい、来るか、あ、ごめんなさい、すいません、あっていうね感じみたいですはい、なのでね、皆さんぜひね、こちらの券をゲットして奥ゆいのところに遊びに来てください。奥さんいつでも待ってるよってね、さっきね、実家に待ってるからねって言ったら、みんなね、なんか奥さんなのに実家なのマジ何って言ってくれたんだけど、奥さんだけどね、母性本能でね、昨日ママって言ったんで、はい、ぜひねママところに来てね、待ってるからね、早く会いたいですはい、あ、882日おめでとう、ありがとうございます。改めまして、アイドルグループ2位に黄色担当の奥ゆいです。毎日ショールーム中なので、ぜひ初めて来てくれた人、木曜のショールームをフォローして通知もオンにしておいてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとう、みんな882、あっという間だね。うん、
はい、ということで新しいチェキ券の話もできました。嬉しいです。7月からなのでぜひね、夏染めからかなってことはね、もう次のライブからこれになるので、みんなぜひゲットしてください。可愛くてお気に入り。お気に入りもね、これね、実はね、まああのスマホの裏に挟んでるんですけど、スマホの裏に挟んでるんですけど、あのちょっとあのうちの推しのあのマウイザーミッションの神風ボーイさんの後ろに挟んでるという感じでやってるんですけれどもでも自分のスマホのとこに挟んだらさ、あ、宣伝になるかな、宣伝になるかな。うち電車とかでさ、こうやってさ、奥にスマホいじんじゃん。でそっち、これさ、スマホのとこに挟んでたらさ、なんだこの人、これなんだってなって、あ、あ、なんだこれはってなってる。なんか4人組の女の子が、あ、ニーニって書いてるぞ、チェキって書いてるぞ、あ、もしかしてこのグループのオタクなのか、俺も行ってみようかな、調べてみようかなって言って、もしかしたらスマホの裏に挟んだら宣伝になるかもしれない、宣伝になるかもしれない。もしかしたらどうかな、なんないかな、宣伝になる、宣伝になるんだったら挟もうかなね、うん。まさかの本人ですでも本人だとは思わないし、多分あー、オタクなんかなーってなるんじゃないね。え、でも結構ね、この2位にチェキ券の私漏れてるんですよ。ちょっと清楚ぶってる、清楚ぶってます。2位にチェキ券の私、ほらなんかさ、見て、清楚ぶってる、清楚ぶってる、清楚ぶってます。じゃーんはい、うるさくなさそうじゃない、この顔うるさくなさそうじゃない、ほら見て、うるさくなさそう、おとなしそう、おとなしい。ちょっと奥にすっぴんだから、ちょっと遠くであんまり近くに寄りたくないね、すごい、見て、こんなポーズで、こんな感じ、なんかこんな感じそうなの、いや、清楚です、清楚です、はい。じゃーん、え、なに、ダメ、ボケボケになってるピエン、え、ちょっと本当に近く来て、やだやだやだ、ここまで、今日はここまで今日はここまでうん、ここまでね、はい。まあこれはじゃあちょっと一回宣伝ね、宣伝の時にちょっとスマホの裏に挟むわけ、決めた決めた。 あとは間違えてレジとかでこれ出しちゃえば、クレジットカードと一緒にこうやってさ、ふいってふいって出して、あ、間違えました、すいませんって言って、店員さんに、あ、あってなんないかな。ねえ、どうしてそんなに近くにさ、そうやってさ、やってくるわけ。あー、もう無理、もう無理、もう無理もう無理、あ、もう無理まつげみたい。そうなの、まつげパーマ行ってきたの。今日はまつげがこんな感じで上がってるんですけど、明日見せるから、明日見せるから恥かくだけね、いいでしょそうまつげパーマ、まつげパーマ明日見せる、明日メイクしたら見せる、明日撮影の後だから可愛くメイクしてもらったら見せる。あ、でももうボロボロになってるかもな、家帰ってきたら。なんか大体撮影の後ってすごい、もうめっちゃ一日やるから疲れるんですけど、めっちゃ楽しいんだけど、めっちゃ楽しいの。そう、明日はね、そう、久しぶりというかヤングガンガンぶりの水着の撮影なんですけど、そうなの、そうなの、行ってくるんですけど、楽しみにしててね。あの、じゃあ明日ね、ツイッターでね、載せるから、こんな感じだよって言って、ウェーイってあーって載せるから楽しみにしててね。そう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 、みんな、わかんない、プール入りたい、入りたい。そうなの、水着の撮影行ってきます。そうなんです。なんでちょっと久しぶりなんですけど、本当に水着の撮影の時ってめっちゃ楽しいんだよね。本当にめっちゃ可愛く撮ってくれたりとか、もうそう、みんなをふがふがさせようって気持ちでやるんですけど、そうなんですけど、ちょっとね、あのポーズをね、いっぱいね、腰をくねってやったりとかね、あのつま先立ちしたりとかね、いろんなのをするから、もうね、帰る頃に送るね、もうこんな感じそう、またオクオクタイム、それね、待ってて、9時9分と21時9分
ね、え、そうなの。なんか私一番最初シュープレさんのあのソロ撮影した時に、あの吹き飛ばせですね、そうみんなね、吹き飛ばせっていうデジタル写真集がね、シュープレさんのグラジャパで私ソロ写真集とかデジタル写真集があるんですけど、その時にプールに入ったの。そう、撮影中にプールに入ってプカプカいたんだけど、あれが超気持ちよくて、そうなの、もう超気持ちかったの。夏の暑い時に撮影したから8月ぐらいだったかな。でもさ、もうさ6月30明日だけど、もうすんごい暑いじゃん。そうだから多分もう明日も超暑くて死んじゃうんだと思うんだけど、そんな中入るプールってのもめちゃくちゃ気持ちいいんですよね、本当に。そうだからちょっと明日はなんか夏、本当に夏って感じのテーマで撮るみたいなのを聞いたから、どんな感じなのかな、はっちゃけ奥ゆいになれるのかちょっと楽しみです。どんなのを着るのかもまだ分かってないんだけど、どんな感じかなってすごい楽しみだから、みんなにも楽しみにしててほしいし、早く告知したいので、明日はね5時半ぐらいかな、起きるの5時半起きぐらいなんですけど、ちょっとみんな起こして、5時半。ちょっと最近夜更かししすぎてさ寝れないんだよ、みんなみんなが。そうだからマジで早く寝なきゃいけない。もう今からお風呂入って早く寝る、うん、本当に早く寝るわさすがに。でそれで終わって帰ってくるのも結構遅いから、本当に早く寝る。本当に早く寝ます。うん、グーいやーでも楽しみだな、6月30になって最後の日に撮影できるのめっちゃ楽しみです。わーい。そうで次の日はね、いろいろやってあ次の日違う、あ夏染めに7月2日だ。7月2日にこうね備えてちょっと休んでっていう感じでね、そう撮影やってライブあってって感じでめっちゃ楽しみだから、わーい。うん、やってきまーす。あとなんか言おうとしたのは、あそうだ、私ね今日ね、そう松葉してまつげパーマでキルキルね、明日撮影あるからまつげパーマ行こうと思って絶対今日までしようと思って行ってきたんだけど、そう、でそれ終わってねずっとねエレクトーンのまたね夜遊びのアイドルをね練習してました。結構ね弾けるようにはなったんだけど、めっちゃね難しいの本当に。だからイントロとアウトロだけねインスタのストーリーに載せた、ちょっとだけ。うん、ぜひ見てねぜひ見てね。なんかやっぱりさニーニーのさこうさステージに立ったりとかさ、自分が大学生とかの時は全然想像つかなかったけど、なんかステージに立つこうお仕事だったりライブとかをこうできるようになって、なんかもっとねずっとステージに立ちたいから頑張りたいなってすごいめっちゃ思って、そう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 。だからなんかやっぱり昨日はその今ね私の高校の時の友達のそのゴリラ4姉妹の一人の今ガールズバンドを組んだねこと会ってきたんだけど、やっぱりなんかそのほんとステージ立つのすごい楽しいし、ずっと立ってないからいろいろ頑張ろうねって話したから、いっぱいなんか刺激になって、新曲の練習とかもおダンスしたりするのも楽しくて好きやかしたし、エレクトーンも弾いたりベースも今練習中なのでしてるんですけど、そんな感じで今頑張っております。そういろんなところでなんか自分がやりたいことをもっとやりたいなって思って頑張っておるので、またなんか全部ねフルで通してうまく弾けたら弾いてみたで載せようと思います。多分みんなアイドル、夜遊びさんのアイドルならみんなきっとさ今すっごいさ歌ってみたとか踊ってみたとかすっごい流行ってるし、なんかきっとなんかいろんな人が見てくれるかなと思って練習して してます練習してます。そうなの、うん、だからねあ本当に楽しいです。でも音楽をするのは自分の好きな曲を歌って踊ったり弾いたりとか叩いたりするのはめちゃくちゃ楽しくて大好きな時間なので頑張ります。そうやっぱでもねタラレバなんだけどね、本当にタラレバすぎるんだけど、私普通の大学に行ってたんですけど4年間、普通のもう勉強する大学に通ってたんだけど、なんかこのさ今自分のさ好きなこととか言えなかったの、やっぱり高校生とか中学生の頃とかは表に出る仕事とか憧れはあったんだけど、お母さんにやっぱり危ないからっていう反対されたりとか、学生頑張りなっていうことで、まあその時はそうなんかその普通に
お仕事に就こうと思って大学に入ったんだけど、やっぱりなんか自分が好きなのはちっちゃい頃からやってた音楽だったりとかライブすることだったりが好きだなって思ったから、なんか今はね本当にたらればだけど、もっとなんか学校とかもそういう音楽系の学校に入ってればよかったなとか思っちゃうぐらい、なんかやりたいなってすごい思ってるけど、そうそう、まあでも普通にね自分がやりたいかった、あの時はちょっと興味があった法律をね勉強してたので、まあ良かったんですけど、うん。どうやって説得した？え、内緒でそうなの。なんか私大学3年生のコロナ禍で01ファミリアに入ったんですけど、お父さんにしか言ってなくて、お父さんは結構好きなことやりなってタイプだったからいろいろやらせてくれるタイプだったんだけど、お母さんが結構やっぱ心配するじゃん、お母さんは、うん、だからなんかそういうのはっていう感じだったんですけど、そう、あの01入った時はお母さんに何も言ってないです。しかも二十歳だったから自分でもうさ、ちょうど大学3年生で二十歳だったから親の承諾とか未成年じゃないからいらなかったの。だからもう迷ったんだけど、本当に入るか入らないかめっちゃ迷ったんだけど、もうやっぱりちょっとやってみたいって気持ちはあったの。まあ自分なんか無理だろうって正直思ってたし、全然自信なかったし、別に自分のこと好きだったけど普通にね、でもなんかそんなこういう世界でやっていけるほどっていうか厳しい世界なんだっていうのは絶対そうだと思ってたから迷ったんだけど、でもやっぱり一度きりの人生だし、憧れてること一回やってみたいなって、そう、しかも親に言わなくてもできるし20歳になったからってので始めました。最初はで初めて本当にお母さんに言ったのいつなんだろう入って最初のヤングジャンプさんの撮影は入ってもすぐあったんですけど、その時は何も言わなかった。お父さんにしか言ってない、妹には言ったかも、お母さんにだけ言ってなくて、で多分ね本当デビュー前だね、もう12月、2020年の12月にデビューしたんですけど、2位にデビューライブはお母さんが来てくれたの、そう、お母さんと妹が。なんだけどいつ言ったんだろうね、私本当にやばい覚えてない、どんなタイミングで言ったんだろう、なんか勇気出して多分言ったんだと思う、ここに入りましたってデビューしますって言ったんだと思う、いつ言ったんだろうね忘れちゃったんだけど、まあデビューライブ前には言ったんだと思う。そうなの、だからもう入っちゃってデビューが決まってから反対してたお母さんには言いました。そうなの、だけどこうデビューライブを見に来てくれたりとか、この前の生誕ライブも見に来てくれたし、お母さんと妹もとか、なんかいろいろまあ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 説得できましたはい、だしなんか最近はでも家で私エレクトーンとかベースとかも練習してるから、なんかめっちゃこういう仕事したいんだよねって話してる。なんかそのアイドルのとして今やってるけど、なんかこう楽器もやりたいから今練習してるんだって、習いに行ってるんだっていうのは話してますお母さんに。そうで、それがいいじゃんって言って、うん、頑張りなーって言ってくれてるから、そう、頑張るって言って、なんかいろいろやってます。やっぱりオフの日とかね、私本当にゴロゴロ寝てなんかネットフリックス見てみたいな生活してたの、オフの日は。そうで、まあ外行くのも今はまあ暑かったりとか、遊びに行くのも用意するのめんどくさいしとかで行ってなかったんだけど、なんかお家でさ楽器とかできるし、最近はそれでやってます。うん、趣味にもなってるし、やりたいこともあるしって感じでやっております。イエーイそうだけどね、もう早くニーニーにもライブがしたいです。うん、ちょっと喉乾いたね、いっぱいやってるね。うん、そう、あーお水おいしい、おいしい。今日ね新しいアイス食べたの、実はアイス食べたの、新しいアイス、なんだと思う、どん
どんな味のアイスだと思う？正解はヒントはフルーツ味のアイスを食べたの。いつもカフェオモカとかパリパリバーを食べてるんだけど、今日は違う箱アイスを食べたの。なんだと思う？当てて、当ててみて。僕に今日何食べた顔してる？正解者現れた。正解はメロンでした。メロンアイス食べました。美味しかった。メロン、そう、あのメロン結構好きなんです。スイカとかメロンとかそういう系で、メロンアイスあって、緑の方のメロンなんだけど、うわーって思って、うわーシャーベット型だーと思って、買っちゃえーって思って買って、うまーって言って食べました。美味しかった。私はやっぱり暑い時はなんかバニラすぎるよりシャーベット系食べたくなっちゃうから、シャーベットを食べました。うん、なんかまあんまりバニラーって感じじゃなくてシャーベット、美味しかった。みんなも熱中症にならないで、メロン食べてね。アイス、メロンパンナちゃんはふわりよ、えいえい、メロンの香りがほんのりよ、だから油断をしているとほらほらバナのパンナでパンチ、めちゃくちゃ怖い、あくまでもパンナのパンチでメロメロメロ、やった。これ結構私カラオケ配信でお箱だったんですけど、メロンパンナちゃんのパンナのパンチっていう歌です。はい、ぜひ覚えてください。結構可愛い曲で好きなの。サティワン好き、ポッピングシャワーとコットンキャンディ。え、そうメロンパンナちゃんの歌なの。え、初めて聞いた。本当に？え、めっちゃいい曲だよ。メロンパンナちゃん、パンナのパンチで調べてみ、みんな。パンナのパンチマジで可愛いから。あのね、私アンパンマン好きだったんだけど、正直アンパンマンはなぜ好きだったかっていうと、まあ、幼稚園の頃アンパンマンが好きだったんですよ。まあみんな通る道じゃん、アンパンマンはね。アンパンマンとしんのすけで、アンパンマンをやっぱりなんかナップザックとか持ってね、幼稚園行ったりとかするぐらい好きだったんだけど、その中でも推しがメロンパンナだったんですよね。メロンパンナちゃんはやっぱり可愛い。メロンパンナちゃんなんか緑だし、なんか、うん、なんか顔に線がついてるのとか、目がクリクリなとか可愛くて、メロンパンナ推しだったので、なんかメロンパンナちゃんの CD とかアンパンマンの CD とか持ってて、その中に入ってたのがパンナのパンチっていう曲で、その曲を聴いてめっちゃ好きってなって、パンナのパンチって覚えたんです。で、よくカラオケとか行った時に歌ったりとかするお気に入りの曲です。はい、みんな覚えてね。もう一回歌おうか。チャラ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 、メロンパンナちゃんはふんわりよ、メロンの香りがほんのりよ、だから油断をしているとほらほらパンナのパンナでパンチ、めちゃくちゃ怖い、あくまでもパンナのパンチでメロメロメロ、やったです。振りは自分で考えましたはい、こんな感じでパンナのパンチです。私の好きな曲です。皆さん覚えてください。メロメロにさせちゃうぞ。はい、あとはね、やっぱね、バイキンマンも好きだった。やっぱりバイキンマンだ、なんだっけ、まあ、バイキンマンの歌、バイキンマンの歌なんだっけ、ハーヒフヘホトゥ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 、チャンチャカチャチャカチャンチャカチャン、俺は素敵なバイキンマン、ダダダダダン、カビルンルン、どんな時でもイチゴロさ、世界はやがて俺のもの、バイキンマンバイキンマン、バイキンだからギンギラギン、ハハハハハ、ハヒフヘホでー。いや、覚えてる。バイキンマンって結構応援したくならない？
なんかバイキンマンかわいそうだよね。私結構アンパンマン見てて思ったのがさ、バイキンマンめっちゃやられてると思って。バイキンマンだってさ、バイキンとして生きてさ、頑張ってさいるのに、バイキンマンだけそんなにやられるなんて、うーんって思ったけど、確かにパンにバイキンがついてたらやだって思ったから、まあ納得したそうだけど、なんか私はちっちゃいながらやっぱりちょっとバイキンマンなんかかわいそうだなって思って、うん。ねえ、なんでお気に入りみたいとか言わないね。そう、雪の鈴がリリリ、不思議な冒険ルルル、アンパン食パンカレーパン、ジャムバタチーズラララ、なんとかがこんとか、ちょん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 。うん、あとね、あとね、あとね、あといっぱい曲あるの。天丼マンの歌とか、てんてんどんどんとかもあるし、あとは いっぱいあるんだよ。カレーパンマンとか食パンマンの曲もあるんだよ、実は。知ってた？カレーパンマンの曲なんだっけ、なんだっけ。うち大好きなのに、カレーパンマン、私カレーだし、だって黄色だもん。なんだっけカレーパンマンの歌、ちょっと覚えて今度歌わせて。うん、でもまあまあ、でもやっぱりメロンパンナちゃんが好きなので、私は、はい、うん、メロンパンナちゃんが好きなので、推しは、はい、推しかぶり、推しかぶりしてる？みんなどう？推しかぶりしてるかなで、そんなの確かにね、アンパンマンの曲を歌います、私なら。そう、黄色はねカレー担当だから、お気に入りでーす。お気に入りでも普通にカレー大好き、美味しいもん。だってね、カレーはね、今日もね食べようかなって思った。でもパスタにしちゃったんだけど、カレーかな、パスタかな、それともどっちかなって思ったんですけど、パスタにしました今日は。うん、そう、あー懐かしいな、アンパンマンな。うん、そうなの。でもアンパンマンって結構世界で一番キャラクターが多いアニメとかなんか言われてないね。本当かな、本当なのかな。うん、どうなんだろう。でもいっぱいカバオくんとかいるしね、動物もいるし、長ネギマンとかもいるしね。うん、そうなの、いっぱいいるのね。え、明日アンパンマンの日なの？そうなの？え、じゃあいっぱい歌っとかなきゃじゃん、いっぱい歌っとかなきゃじゃん。え、ちょっと待って、昔のスマホでカレーパンマンの曲調べよう。ちょっとカレーパンマンの曲だけを出てこないのがなんか嫌だ。カレーパンマン、カレーパンマンの歌、あ、あった、飛べカレーパンマン、飛べカレーパンマンがあったぞ。みんな飛べカレーパンマン。カレーパンマンはね、顔が横長なのが可愛いんだよ。ヒューヒューヒューって、ヒューヒューヒュー、口がなんかブニュブニュブニュってなってるのが、あ、思い出した、あと思い出した、思い出した、チャンチャラチャンチャラチャチャラチャ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 、カレー色した夕焼けに黄色いマントをなびかせて、カレーの匂いさせながら、カレーパンマン飛んでゆく、カレーカレーカレー、ピリリと辛いぜ、カレー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 。え、待って、懐かしい、え、知らない知らない、めっちゃかっこいいから、チャラララン、知らないが屋根は世界の人気者、カレーには憧れる、カレーカレーカレー、え、知らない、え、ちょっと待って、みんなマジで調べて、本当に好きなの、本当に好きなの、マジで好きなの。あと食パンマンの歌、え、マジで私あのアンパンマンのアルバム持ってるから、みんな奈良早々持ってる。そして2位にね、あの奈良早々ってアルバム出したんですけど、あんな感じで私もアンパンマンのアルバム持ってるから、そう、アンパンマンのアルバム持ってるから、それはいろんな曲知ってます。あ、食パンマンの歌、あ、あ、食パン
3番の歌やばいやばい。毎日僕は飛んでゆく。え、ちょっと待って、アップルミュージックで聞きたいな。飛べ食パンマンだっけ。おなじみ食パンマン、おなじみ食パンマンだ。あー、でも待って、昔のスマホあれだ、入ってない。でもおなじみ食パンマンでしょ。そう、懐かしい懐かしい、そう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 。ちょっとみんな調べてね。毎日僕は飛んでゆく、チャチャラチャチャチャララチャラララララ、チャララチャチャララチャララタタタタ、チャララチャチャララランチャララチャチャ。いい曲。結構明るい歌ばっかりじゃないんですよ。なんか結構演歌的な感じの、そうそう、だから結構曲としてもなんかすごい子供たち向けのっていう感じでもなく、しっかりとこの大人も楽しめる、そう、しっかり大人も楽しめる曲なのがやっぱいいんですよ、アンパンマンのいいところ。めちゃくちゃ、そう、メロンパンナちゃんはじゃないの、もうね、カレーパンマン、カレーカレーカレーみたいな感じだし、いや、そりゃね、一番はメロンパンナちゃんだよ。だって毎日、あの、カレーじゃない、あの、だってカラオケ行ったら歌ってるもん、メロンパンナちゃんはって歌ってるもん。だけど、まあ歌ってて気持ちいいのは、なんだろうね、歌ってて気持ちいいの、バイキンマンも結構歌うんだけどでもやっぱりカラオケで採点とか入れて歌うんだったらカレーパンマンかな。カレーパンマンの歌はなんか結構感情が入りやすいし、なんか音程とかもなんかメロンパンナちゃんとかじゃなくて、しっかりとなんかこの音程とかビブラートとかをつけてて歌いやすい曲なので、結構カレーパンマンの方が歌うのはすごいおすすめです。はい、そうです、そうです、カラオケ結構ありますね。私よくあのアンパンマンの歌を検索して入れるんですけれども、ダムだったりとか、やっぱジョイサウンドだったりとかも多分入ってますので、ぜひみんなもね、歌えるようになってみてくださいね。本当にもうアンパンマンに関しましてはやっぱちっちゃい頃にすごいいっぱい元気をもらいましたし、やっぱりでもね、メロンパンナちゃん推しなんですけど、でもやっぱ黄色担当になったからにはやっぱちょっとカレーパンマンももっとなんかその推しの視野に入れれるように頑張りたいと思います。はい、そう、すごいいい曲だからみんな聴いててください。誰？僕誰？全く出てません、全くアンパンマンに出ていません。はい、すいません、一切ね出ていないんですけれども、はい、まあちっちゃい時にお世話になったっていうのは結構、まあ、お世話になったっていう恩人なので、はい、パンマンについては、パンマン系については、はい、そうですね、やっぱりいろいろ自分を育ててくれた、こう奥ゆいにしてくれたのがアンパンマンなので、やっぱり、そう、出てないんですよ、すいません。ちょっとなんか奥ゆいパンマンとか奥パンマンとかで出てたらいいかなと思った。で、思い出した。で、思い出したんだけど、ねえ、思い出したんだけど、待って、私さ、でも配信とかで言ったことあるかな、初出しかな、どうなんだろう。なんか私あのさ、デビューの時にさ、今もたまに言ったりしてるんだけど、独身だけどみんなの奥さんになっちゃうぞ、黄色担当のクイーンですって挨拶してるじゃん。じゃなくて、デビューの時に結構真剣にメンバーでミーティングを繰り返し、あのマネージャーさんとか運営さんとかとも繰り返しやったミーティングで挨拶をね、やっぱりそのね、いろいろとあのどうするってなってたんですよ。で、最終的にみんなの奥さんになったらどうになったんですけど、その前に奥ゆいね、なんかね、結構元気な感じだから、なんか元気100倍奥パンマンとかいいんじゃないって話したの、思い出した。そう、今考えたらちょっとやばいかもしれないんですけど、元気100倍奥パンマン、2位に黄色担当、元気な奥ゆいでーすっていうのね、そう、実は案があったんですよ、実は。そうなの、アンパンマンで思い出した、本当にアンパンマンでできてるわけ、完全に。そうなのよ、ちょっと今考えたらちょっとこれはないなと思うんだけど、奥パンマンだったんです、実は最初。本当に真剣に考えました、これも正直ちゃんと真剣です、考えたのは。そうなんです、奥パンマン、奥パンマン
ねえ、よかった、本当に奥さんにしてよかった、みんな危なかったです、よかったです、本当に。でもまあそういうところで出るくらい結構アンパンマンはやっぱりなんていうんですかね、結構自分のまあ本当に生きる育ての親みたいな感じですね、もはや。はい、もう自分も両親がいるんですけど、もうね、パンマンさんたちも結構その育ての親みたいな感じになってます。やっぱこうアンパンマンとか見て結構なんだろう、勝負にね強くて、勝負に強い、わかんないけど、なんか困ってる人を助けようっていう子になったという感じにしときますか、じゃあね。はい、そうそうですね。え、でもさ、なんか聞いてよ、なんかさ、私さ、まあ、結構さ私のさ妹のメイメイが、今日誕生日のメイメイの方がさ、正義感がめちゃくちゃ強くて、なんかこの前っていうか、つい2日とか3日前とかなんだけど、そう、なんか乗ってた電車の中とかでなんか盗撮みたいなのがなんか他の女の子がされちゃったみたいで、でそれを見てなんか盗撮したなんか男の人の顔とか覚えたから、なんかなんだろう、なんかそのえしましたよねみたいな、なんかそう言ってなんか警察になんかみたいな、わかんないけど、なんかそれでも話しかけたらさ危なくないねと思っちゃった、ちょっと。なんかその確かになんかその盗撮とかあったらさ怖いからさ、まあ確かにね言うのはあれかもしれないけどさ、犯人にさ話しかけてさ、でもさちょっとお姉ちゃん心配しちゃった、でもちょっと、うん、いや、まだまあね、いいんだけど、ちょっとね、ちょっとお姉ちゃん心配しちゃった、ちょっとだけ。うん、そうなの、なんかまあうん、ちょっとね、でもね、まあでもよかった、でも安全、ちゃんと生きています、はい、気をつけて生きてます、はい、なんですけど、そうなの、そうなの、そうなの、だからね、まあね、うん、頑張ったねって言って、だけど気をつけてねって言っときました、はい、まあ私も気をつけます、はい、頑張ります。そうね、そうだね、みんなもでもね、夏はねいっぱいね、あれだよ、すごいいっぱいみんながギャルになるから、夏はみんな気をつけてね、気をつけて、みんな夏は浮かれ気分の人が多くなるかもしれないから、みんなも気をつけてください、奥ゆい、もしかして奥ゆい、夏だから、でも暑くて外出たくない、でもライブはしたい、浮かれポンチギャウギャルゆいね、みんなギャルだよ、みんなギャル、ね、ギャルマインドで行こう、夏はギャルマインドでいっぱいライブで飛びましょう。ギャルですか、奥ゆい、完全すっぴんなんですけどそう、やっぱりね、みんなね、そう、いっぱい社会でさ働いて疲れてるじゃん、みんな、だけどね、ライブの時とか奥ゆいと一緒にいる時はいっぱい楽しもうっていう計画を、うんね、夏はギャルだもんね、ねちょっとよくわかんなくなりました、まあとにかくそう、楽しもうってこと、楽しもうって、一緒に夏楽しもうってこと、明るくね、明るく行こう、みんな、梅雨はねもう終わったよ、多分だって雨降ってないし、もう晴れの日が続くはず、うん、だから野外ライブも任せて大丈夫、おきが晴れ女だし、なんとかなる、わかんない、まあ濡れたら俺って水も滴るいい男でしょって言って会いに来て、特典会に、これでおきゆいっていやちょっとマジ俺汗かきすぎてちょっとマジ濡れちゃったわ、でもさマジ俺って水も滴るいい男じゃねーって言って、ぜひ会いに来てください、そしたらめっちゃいいって言います、はい、え、夏の雨なの、やだ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 、ほっぺ揺れる、ほっぺ揺れる、嫌だから、い
でしょ、みんなちょっとね、濡れてる旦那さんでも配偶者でもレアなので、逆にそう、まあ大丈夫、お悔い晴れるように祈ります。お悔いのうさんくさい、うさんくさいとよく言われる、おまじないでお悔いね、よくね、あの金運アップとかよく紹介するんですけどね、あ、ぜひね、ツアーグッズもね、ベッドのとこに置いてるっていう、ツアーグッズもね、皆様アクスタとかね、こういろいろあるでしょ歯抜けのね、ぜひこれもね、みんな、これもこんな感じでぜひパクパクしてください。アクスタでーす。はい、でぜひこのアクスタをね、これゲットしてくださると、いつもね、お給与と一緒に入れるっていうのはそうなんですけど、ニーニーのね、給与担当としてみんなの金運アップ、そして幸福運もアップ、そしてね、黄色なのでね、ビタミン C もこれで取っちゃって、とってもみんなに栄養素が行き渡るように、お給いね、このジョジョのね、スタンド使いのジョースターポーズもしたので、かっこよくね、みんなのことを変な人たちから守って、ギャルマインドで夏を楽しめるようなアクスタになっているので、ぜひゲットしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。うん、そうですよ、お給いのアクスタはみんなの好きなように使っていいからね。うん、そうだよ、みんなの好きなように。マイナスイオン、そうですね、まあ奥湯は確かにちょっとなんか暑苦しい時もあるかもしれないんだけど、でもやっぱり奥湯が言う、たまに言うなんか変なダジャレとか、結構冷めるというか滑ったりとか奥湯結構するから、そういう時に結構マイナスイオンが発生して、ちょっとなんかあれ寒いな、外暑いんだけど、なんかあれ奥湯がなんかあんま面白くないこと言って滑ったから寒いなってなるかもしれないから、そうそう、ってことはそういう意味でもマイナスイオンが発生するから、結構いいね、いいと思います。そう、いいと思います。うん、結構ね、奥湯あんまりそのまあちょっと、まあそうですね滑ったりとかしたりとか、まああんまりないんですけど、結構基本的に面白いので、そうまあ、あんまないんですけどね、そんな滑ったりとかはみんな笑ってくれるしね、っていう感じでね、みんなぜひね、アクスタと T シャツもね、 T シャツで今洗濯中なんです。 T シャツもちょっと明日持ってく、 T シャツもね、ツアーファイナル限定の T シャツがありますので、ぜひチェックしてください。ラブラブラブ。お給料はね、基本的にまあどんなことを言われても、まあ例えばね、奥義はね、そのまあちょっと暑苦しいよねとか言われたとしても、結構どんなことを言われてもポジティブな方に持ってって商品紹介することが結構できますので、はい、まあそのやっぱりね、結構まあネガティブな意見とかもやっぱりある世の中ではありますが、それもね、まあこういう考えをするとこっちにもなり得るんじゃないかっていう風に考えるね、ことができるんです。そうなんです。なのでそれで一応私はあの頑張っていますそうなんです。まあみんなからしたらね、まあその昨日ね、実はチアーズのあれでも載せたんですけど、こんな感じでね、私よくあのこう触覚をね、こう生やしてこういう感じでこう耳かけてとか部屋をねやってたんですけど、こういうのをね、あのすると、私中学生の時にあの近くの席の男の子に、なんかすごいお前なんかゴキブリみたいな髪型してんなって言われたことがあったんです。だけどなんかよくよく考えてみたら、まあ、確かにゴキブリっていうのは結構悪口だけど、でもゴキブリは生命力もすごい高いし、めっちゃ生き延びれるし、急に家に入ってきても全然急に入れるじゃないですか、家に侵入できるし、って考えたら意外とゴキブリっていうのもなんかそのうちらの人生の先輩でもあるし、そうで、やっぱどんなとこでも生き延びられるっていうのは少しやっぱりなんかその自分も真似すべきところだなっては思います。やっぱりなんだろう、やっぱどんなところにどんな環境に行っても生き延びる、そんな力をやっぱゴキブリから学んでいかないといけないっていうふうには思います。はい、そうですね、そう、先輩なんで、やっぱりしかもやっぱテラフォーマーズっていうやっぱ映画だったり漫画だったりアニメだったりもできてすごい私好きなんですけど、やっぱゴキブリってすごいなっていうのはめっちゃ思うんで、うん、
だからなんかそういうところとか、嫌われてもやっぱ生きてるじゃん、ゴキブリって。嫌われてもどんなに人間に嫌われて叩き潰されようとも、こう絶対に出てくるあの精神。そうだから負けない心、負けない心、どんな環境でも生き延びるこのすごい力を私も真似して頑張ります。なのでニーニー奥ゆい、もっともっとニーニーとしてアイドルとして、どんな環境でもどんなステージでもどんなところでも頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はいはい、まあもちろんね、私もこういうことを言っておりますが、まああのまあむちゃくちゃなことを言ってるなというのはちょっとだけ、ちょっとだけね、まあまあまあ、まあ、でもね、これが奥ゆいということで。はい、まあ奥ゆいはこういうふうにも考えられるんだよっていう感じでいきましょうイエーイ。じゃあね、奥ゆいはね、明日はね、みんなのおかげでまたね、水着の撮影に行ってくるので、そろそろお風呂に入って、明日5時半起きだから、5時半起き、ちょっとみんな起こしてマジでよろしくお願いします。今日はね、奥ゆいね、ちょっとねすっぴんだからね、嫌だったんだけどね、はい、まだ未だにここにあります、冷凍庫に入れときます。リンゴ飴見せるためにあれな、あの顔出し配信したんですけど、見てくれてありがとうございます。今日も本当に楽しかったし、オクネットもできたし、アンパンマンも歌えたし、うん、あとはゴキブリについても語れたし、いっぱい楽しかったし、みんなと話せて幸せだったので、明日撮影終わりショールームするから待っててね。多分ちょっとクタクタかも、さすがに、さすがにオクあってなってるかもしれないし、めっちゃ楽しかったんだけどってなってるかもしれないし、でも撮影はめちゃくちゃ楽しくて大好きなので頑張って行ってきます。みんなふがふがしてね、絶対にふがふがよろしくお願いします。ありがとう、すっぴんも好き、ありがとう。ではでは最後に告知と自己紹介して終わります。ちょっと待って、ゼロ一バイト取ってくる、ゼロ一バイト取ってくるよ。よいしょ、告知にね使わないとね、やっぱり。はいということで、改めまして、ニーニー黄色担当の奥ゆいです。毎日ショールーム中なので、ぜひ初めて来てくれた方も奥ゆいのショールームをフォローして通知もオンにしておいてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。そしてニーニーは7月2日に超夏染め2023に出演します。こちらは私たち超ステージと夏ステージ2つのステージに出演します。この間にね、特典会もあるので、ぜひね、あの夏染めの公式ツイッターや私のツイッター、インスタのハイライトチェックしてくれたら嬉しいです。野外ライブぶち上げます。7月1発目よろしくお願いします。そして7月の5、6、7、8、9、全部5日間連続会える予定があります。なんと5日同棲しちゃいます。はい、7月5日はバチコリ、7月6日はニーニー主催台湾ライブ in 新宿ブレイズ、そして7月7日は撮影会、7月8日は名古屋遠征行きます。7月9日はこちら01byte.comのビジュアルブックの発売イベントがあります。このね、引っ越し屋さんの奥ゆいになんと会えちゃうんです。このね、本にねサインを書いたりチェキも一緒に取れちゃうイベントなので、ぜひ初めての人も、いつもショールーム見てくれてるみんなも来てほしいです。ちょっとね、いっぱいねゼロイチのタレントさんがいてドキドキするんですけど、ちょっと奥ゆいを応援してくれる人もいっぱい来てくれたらめちゃめちゃ元気になるし、すごく嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。こちらリモートチェキも現在発売中で、奥ゆいのね、あの引っ越し屋さんのバイトの可愛い衣装、当日着た、当日に撮ったチェキが、サイン宛名日付入りであなたのお家に届いちゃいます。複数枚購入特典で3枚購入してくれるとブロマイドもつくので、ぜひそちらもチェックお願いします。引っ越し屋さんの奥ゆいはここだけです。7月9日です。待ってください。奥ゆいは奥の日だね、奥の日。はいそしてそして、雑誌と同じじゃなくてね、もっとね可愛くしてるよ。なんかあの半ズボンとかになると思う、ショーパンとか、これ長ズボンなんだけど、個別サインはね、もしかしたら復活するかもしれないから、ちょっとまた詳細が出たら私すぐ告知するから待っててください。まだねちょっと確実にはわからないんだけど、ちょっとね待っててくださいね。はーい。そしてそして7月の14、15、16、17も4日間、4日間ライブあります。14、15は東京で、そして
17、あ、16、17はなんと山中湖スパークに出演します。野外ライブです。こちらも絶対に2位にめちゃめちゃ盛り上げるので皆さん待っててください。山中湖よろしくお願いします。そして7月30日にはなんとアイドル甲子園10周年の記念ライブがあります。2位にもね、10周年の記念すべき日にこうやってライブに呼んでもらえてすごく嬉しいです。もうチケット発売開始したかも、今日の21時って書いてたから。そう、ぜひね、7月30日ツアーファイナルの前日なので、ぜひ前夜祭としてみんなもアイドル甲子園来てくれたらすっごくすっごく嬉しいです。ちょっとツアーファイナルドキドキしてるので、前日にみんなの顔が見れたら、みんなと一緒にライブできたらめっちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。そして7月31日はなんとこちらのテロップにもある通り、恵比寿リキッドルームでツアーファイナルがあります。ワンマンライブです。絶対にチケットソールドアウトして、みんなと満員の景色を見てぶち上げライブをしたいです。イヤモニもねつけてね、イヤモニのついててみんなの声も聞こえるようにこう片方外して、めっちゃぶち上げのライブにするので、皆さんぜひ、初めて来てくれた人もいつも来てくれてるみんなも、ぜひお友達も誘ってでも来てほしいです。待っております。そして8月1日にはババババンビ主催の TIFF2023 の超決起集会が渋谷スポティファイオイストであります。こちらもぜひ来てください。そして8月4、5、6、3日間は TIFF2023、 ニーニーは8月4と5の2日間の予定なんですけれども、現在ニーニー TIFF2023 のアイドル総選挙の方にエントリーさせていただいておりまして、もしそこで3位以内に入ったら、多分去年と全く同じだったら3位以内に入ったら最終日の決勝に出演することができて、最終日もステージに立つことができるので、皆さんぜひ3日間空けといてくれたら嬉しいですし、絶対に2位に優勝したいので、 TIFF 当日ぜひライブに絶対来てほしいし、投票をよろしくお願いします。みんなに投票してもらえるようなめちゃくちゃ熱くて楽しいライブをお届けするつもりで今頑張っているので、皆さんよろしくお願いします。やばい、鼻水出ちゃった、鼻詰まり、うん、頑張ります。8月も7月もいっぱいライブがあるんですけど、ぜひ7月のライブの方のまとめはクイーンのツイッターとインスタグラムのハイライトに載っておりますので、チェックよろしくお願いします。じゃあみんな今日もショールームありがとう。そしてね、明日も私、みんなの応援のおかげでまたこう水着の撮影に行ってくるんですけれども、みんなね、明日ね、奥湯行ってくるよとか、今こんな感じだよとか、何着目とか、中継で載せたいなって、ツイッターとかインスタグラムとかで載せたいなって思ってるから、そしたらみんなが、まあみんなお仕事とか忙しいと思うんですけれども、明日も平日だし、だけどなんかちょっと頑張ってねとか、いっぱい反応してくれたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日もありがとうございました。13位リュウありがとう、12位ホー、0000ありがとう、11位ゲテンペンありがとう、10位エノありがとう、9位タカシありがとう、8位シンイチありがとう、7位バードありがとう、6位ユータありがとう、5位アキラありがとう、4位岐阜中身風ありがとう、3位ハルキュありがとう、にゃんにゃん、2位つねつねありがとう、カウハート、1位クラフティーありがとう、パンナのパンチ、ゆいゆいのパンチ、今日もショールームありがとうございます。今日のラグキーワードは、じゃあ全力フガフガでよろしくお願いします。全力フガフガ、バイバーイ。